連合軍は激闘の末オーディンの手勢を退けた。戦を終えた英傑たちにガイアはオーディンに関する重大な秘密を明かす。それは肉体と分けて隠されている魂を消さない限りオーディンは何度でも蘇ってしまうということだった。これでは連合軍の計画が狂ってしまう。必死につないできた希望をここで断ち切るわけにはいかない。オーディンの魂を探し出すため連合軍はガイアの助言に従い、彼が異界で真っ先に制圧したという地点の調査に向かった。ここか。オーディンが真っ先に制圧した地というのは、奴が重要視している地だけあって守備に当たる兵の数は多いようだが、他に変わった様子は見受けられぬな。問題はここでオーディンが何をしたのか、何故この地の制圧が必要だったのか、それを調べる方法だが、どうにかして当時この場所で起こったことを覗き見られればいいのだがな。そうか、カグヤ、お前の時を渡る力を使えば当時のオーディンの様子を探れるのではないか。申し訳ありません。歪みが強く不安定なこの異界では私はお役に立てないようです。ここは私に任せておいて。こんななりでも一応地母神って呼ばれてるんだから、私の力で大地の記憶を呼び覚ませば、かつてこの地を訪れたオーディンの様子を幻として呼び出すことができるわ。大地の記憶、幻、にわかには想像できぬが、その幻とやらを通して当時のオーディンの言動を調査できると。そんなところね。まあ百聞は一見にしかずよ。見ていてごらんなさい。ちょっと集中するから少しの間声をかけないでね。行くわよ。これでよしと。驚いたな。大地から発せられた力がオーディンの姿を成していく。これが大地の女神ガイア殿の力か。さあ早速幻が移動を始めたわ。見失わないようについていきましょう。幻はあの城に入ったよね。近づいてみましょう。ここは敵の用地、黙って通してはくれまい。障害を排除しつつ進むしかあるまいな。オーディンに守れって言われて暇だったの。じっくり遊んでもらっちゃおうかな。ここは私が止めてみせよう。一歩も動くな。砕け散れ。撤退するしかない。我らの力を示すのだ。はいはい。一歩も動くな。と噛み砕いてくれよ。素晴らしき活躍よ。お前が味方にあることを幸運に思うぞ。消し取れ。
城は手薄のようだな。俺たちを恐れて逃げ散ったとも思うが、何か策を仕込んであるなら見えすいているが用心することだ。奴らを苦しめてやろう。やはり伏兵がいるか。想定も慌てる理由もない。ひざまずかせてやったぞ。任せろ。お願いです。私も頑張れ。さあ、これで幻に近づけるわよ。やはりユグドラシアはこの世界に根付いた。苦労して持ち込んだ甲斐があったというもの。あの巨木を持ち込み、この世界に根付かせた王林だとか。いられなく、そういうことになるまで。とにかく他の場所にも幻を呼び出してみましょう。ガイア殿、次はどこへ向かえば。もうせかさないでよ。今大地の記憶を読み取っているところなんだから。俺の力、思い知る。何やら見知らぬ戦場に出たか。まあいい、削ってくる敵は狩るだけだ。あれってもしかしてアキレウスさん。あの人強いけど扱いにくいから苦手なのよね。何やら不穏な男が現れた。敵かんかと現時点では感じがたいな。なんだあいつは。邪魔しやがって。奴らを消しかけてやれ。うん、薄汚い怪物どもめ、その腹を切り裂いて犬の餌にしてやる。さあ先に出してやろう。やはりあいつか。いい流れを引き込んでくるそうだ。竜とかせ。獣が雑魚ばかりでは俺の伝説の足しにもならん。もっと骨のある敵はいないのか。行かず知恵を。ああも暴れられてはこちらの作戦に支障が出る。あの男にはおとなしくしてもらうしかない。これまでの軟弱者どもとは違うようだな。貴様らなら少しは楽しめそうだ。貴様ら、なぜ俺を殺さん。神々をもってしてもこの俺は手なずけられんぞ。破れてなお激しい男だ。話は落ち着いてからする。あまたの火種を潰されましたな。執着しよう。見つけた。次の幻はあそこよ。切られない。さっきちゃんにかっこいいとこ見せたんで、みんな行くで。邪魔者がいては幻に近づくこともままなら即刻排除する。思い知る。ここは私が出るしかなさそうだ。いざ参るぞ。ティポーンよ、燃えしろ。敵将、見つけたぞ。さっさと手を貸せ。素晴らしき活躍よ。お前が味方にあることを幸運に思うぞ。竜と風。
とも動くな。砕け散れ。負けられぬ。嘘だ。俺が負けるなんて。素晴らしい戦運びか。さあ、かき乱してやろう。期待通りだ。この地は滅びへと向かう力に満ちている。まだ情報が欲しいわね。もう少し大地の記憶を探ってみれば。そろそろ私も楽しませてもらおうかな。みんな進んで。特別に力を強めてあげるから。敵が手強い。ラッキーが何かしたのか。先にあの女を倒しておいて。力を示す。自ら敵に当たって天下無双。そこ知れぬ方だ。あまたの火種を潰されましたな。執着し。俺の力、重いし。任せるがよい。力を示す。我らの力を示すのだ。はい。相手になるぞ。砕け散れ。手がつけしまった。見せてやろう。進めイージス。負けられない。打ち取った。敗北というのもなかなか面白い。またお前と戦えるのが楽しんだ。素晴らしき活躍よ。お前が味方にあることを幸運に思うぞ。私はどこだ。あー、もう話しかけないでちょうだい。集中できないじゃないの。わかったわ。幻はあそこよ。滅びに向かう力、ユグドラシルを育て、そして私の望みを預け。この地から呼び出せる幻はあれが最後ね。一旦引き上げて情報を整理してみましょう。ユグドラシルをこの異界に持ち込み根付かせたもの、それはオーディン自身だったのね。蘇った破壊神によって生み出されたものと思われていたが、真実は違ったようだな。オーディンめ、厄介な火種を持ち込んでくれたものだ。おい貴様ら、さっさと俺を解放しろ。このアキレウスと組めばどのような相手も、たとえ神であろうと敵ではないぞ。確かに気性は荒いが腕は立つ。勘兵衛軍師殿、
火種を消すには火種か。少々危うい気もするが、この事態を打開するには致し方あるまい。安心しろ。手を組んだからには貴様らに刃は向けん。しかし幸運だったな。妙な世界に迷い込んでしまったようだが、どうやらここでも戦場と獲物には不自由しなそうだ。アキレウスといえばゼウスに連なるもののはず。あの子にこんなに血気盛んな性格の子孫がいるなんて意外だわ。なんだ貴様は。俺のことを知っているようだが、一体誰の亡霊だ。亡霊ですって？見た目で判断するなんて失礼な子ね。盛り上がっているところは悪いが、ガイア殿、この男はあなたと同じ世界の人間なのか。ええ、厳密にはオリュンポスの神を崇める都市に住まう人間というべきかしらね。オーディンが先んじて抑えていたというだけあって、この辺りは異界の歪みがひどいみたい。アキレウスがこの地に現れたのもうなずけるわ。うん、するとアキレウス同様、巻き込まれた人間に今後も出くわすかもしれぬ。注意しておくとしよう。